あとちょっと。伝えてる、伝えてる。はい。いきますよ。いきます。風強。せーの。すごい。マジ。約一ヶ月の旅を終え、ブルガリアのソフィアから8カ国目、北マケドニアは首都のスコピエまで移動してきたちゃんこタイムズ。自然豊かな街並みや陽気で明るい街の雰囲気に興味津々な2人。これから北マケドニアの新たな旅が始まる。森崎ウィーンって。森崎ウィーン。もしそいつも？こいつらも？こいつらもう乾いてるぐらい。乾いてる。じゃあ、そいつらやろ、それして。お前もう偉そうにするあれないぞ。さっきで終わりって言ったんだから。ここら辺全部ある。味がちょっと違うらしいんだよね。ブルガリアのヨーグルトのさ、ジュースパイ。こっちはちょっと芋っぽい感じのかな。知らないけどね。ちょっと。一応これね、十個じゃん。じゃあもうちょっと言葉の力を持つ、魔力に気をつけた方がいい。気をつけた方がいい、俺が。些細なことで、言葉一つで人は喜んだり悲しんだりできるし、傷つけたりもできるね。そして、ね、楽しませることができる。すげえな。使い方は考えてじゃあ、できてる。できてる。校長はいつも言葉のない踊り方する。お前が金メダルみたいにさ。狭すぎる。で、こっち時間。こっち。こっちなんかね、結構むずいで。こんにちは。じゃあ今日スコピエを出ます。はい。で、次の目的地を発表します。次の目的地はブリリブです。あ、もう一回だけ言って。プリレプです。
プリレブ。プリレブ。じゃあ大体どのあたりか説明します。北マケドニア、今スコピエは北の方ですね、にあって、でプリレブは場所で言うと真ん中よりちょっと右側にあります。うん。そこに行きます。情報ゼロ。まあ、かなりの田舎町だと聞いております。あ、はい。あ、わかりました。まあ、行き方については簡単、スコピエのバスターミナルからバスに乗って1本。あ、簡単だね。時間は3時間かかります。あ、そこは結構長いんだね。そうだね、なので今日もバス旅って感じです。わかりました。じゃあ、まあ、プリレプさんね、私ご存じなくて本当に申し訳ないんですけれども、これから向かう際には温かく迎えてくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。チェックアウトが完了しました。じゃあこれからね、バスターミナルに向かっていくんですけど、はい、結構時間早くて、うん、俺たちが多分次乗れるバスの時間が13時6分出発なんだけど、今、時間が10時くらい。あと3時間。そう、3時間あるからすぐ行くってわけじゃなくて、ちょっとね時間潰してから行こうと思います。あ、めっちゃやってんじゃん。こんにちは。やってる。一個買ってる。美味しいね。一個買ってる。やっと。あ、もうね。しようがつわ。ブラゴダラン。おー、マイマイマイ。いただきます。今日美味しいっす。なんかさ、スイートポテトみたいで美味しくない？違うかな。こんなん前に喋れるわ。いやー、テイスティーだったわ。今日も出来上がり最高です。最高でした。最高でした。あ、そうじゃあ、ありがとうね。ちょっとだけ違うね、マケドニア。昨日調べたんだけど、ブルガリアブルゴダリアだったし、マケドニアブラゴ、ブラゴダラム、ダラム、ダラム。リアが無になるんだ。そうだね、今の2つだと意外といける気がしませんか。通じてたもんね、今ね、ブラゴダラム。数字は一緒だったしね、うん、あの笑顔が見たくてふっちゃは覚えてしまうんだって。あーすごいね。山がこんな綺麗に見える。あー十字架見えました。見えた、うん、あそこ一応観光地で。あ、そうなんだ。そう、あそこからだとこのスコピエのね、あ、街が見れるね。っていうか確かに見えそうだ。よく見えるだろうな。だけど遠い、あそこ遠いね。めちゃくちゃ遠いの。めっちゃ遠いの。中心地から歩いて2時間半とか3時間くらいかかる。え、片道？片道だよ。帰れながらね。相変わらずできない。できない。あいつでさ、十字架見てた。あ、見てるね。
とね、前回のさ、うん、感じさ、うん、絶対ここから引き返していけなかったんでさ、引き返して後ろ向かったんだけど、ここまっすぐ行くと、スコテのメイン広場があって。あ、そうだから。ここに繋がってたのか。繋がってた。なるほど。そっち側にちょっと歩いていかなかったので、今日はそっち側ちょっと歩いてみようと思います。でけえ。銅像も一個個でかいね、本当に。ね、でかい。見て、この謎の椅子。特等席のような。謎や。なんかあれだね、ヨーロッパ入ってから、うん、本当になんか街に椅子がいっぱいあって過ごしやすいっていうか。あね、うん、なんかさ、お食材買ってもさ、外で天気のいいところで食べていいよね。うん、水だけ、あ、川から持ってきてたので。で、ここがね、多分ストーンブリッジメインの広場につながる。ちょっと向こう側にね、あの銅像が見えると思うんですけど、はい、銅像の橋が、あれも結構有名な場所ある。キラノケダミアだと、やっぱ銅像の街っぽいからね。あれ見た時もうびっくりしたね。びっくりした。本当にこんなにあるんだ。これがメイン広場ですね。建物がやっぱ大きいね。大きい、うん、でね、北マケドニアのいいところはね、まあ結構車社会なんだけど、でも歩行者がめちゃくちゃ多いからすごい治安が良さそうな雰囲気はすごい出てるよね。確かに。街の本当裏路地とかにもちゃんと人歩いてるし。あ、確かに。広場着きました。何があるってわけじゃないですけどさ。まあでっかい。この大きなね、銅像が目印ですね。これがスコペイに来たっていう感じ。どうぞ、お願いします。で、まあ、オープンテラスのカフェとか。あっちもね、あっちもね。あ、なんかヨーロッパっぽいね。ここはヨーロッパっぽい。あ、じゃあ、せっちゃんのこのスコピオン、スコピオン、おさめてて。そこにいてじゃん。すごいぜ。はい、じゃあこんくらいで一回写真撮るよ。あ、 OK です。あ、インスタで、インスタですか。結構綺麗撮れてる。あんた、ありがとう、ありがとう。ブラゴダラ、ブラゴダラ。何あれ、あれエトワール凱旋門並みの凱旋門。でかいですね。だいぶでかいですね。でっかいね。あ、でもいいね、この今降っちゃったこっちから来たけど、あっちから来るのまた、あっちから来るのもいい。いいな、ね、これ結構ランドマーク的な。ランドマークがある。え、ランドマークってあの、ま、メインみたいなもんですよね。はい、正解です。え、うちはさ、それさ、足ついてる。あ、ついてる、ついてます。あ、
ことやろ。そこ公園作ります。ここ見て、なんかみんなでパプリコを背負ってる。みんなで背中にカプリコ背負ってる。何？カプリコ背負ってる。これ見える見える。屈強な男たちとカプリコ。自分で言った言葉より責任持ちます。わざわざ芝生に出てきたね。食べました。あ、今ギュッギュッてきてる、水分が。マジ？ギュッ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 。お前、その顔やめて、その戸惑った顔。何回も見てるでしょ。これも？違う、それに入れてから。これごと？そう。穴開いてるけど。ふわっと。ふわっちぐらい、ふわっと。ライブ配信アプリのふわっち？買い物もしたことなんで、バスターミナルで買ってきます。バスターミナルに到着、到着。買いました、買いました。530です。1人530。はい、めっちゃ安い。2人で1人600円くらい。おお、まあまあ結構いいじゃないの。待つか。いただきます。いただきます。うまいな、この肉めっちゃうまい。なんだろう、タンドリーチキン。うん、タンドリーチキン。もう雨なんてどうでもよくなる。もこれがな、マケドニアで買えるタムタムです。お肉って偉大ですね。大丈夫、うん、たまるたまる。足りないだろうなと思って買ったんですよ、正直。正直教えて。めちゃくちゃじゃん。じゃあ北マケドニアスコピエの印象聞こうか。じゃあ第一印象とその後の印象。第一印象。うん、第一印象は車がいっぱい。あ、まあ、ブルガリアから入ってきたらそうなるよね。まああとなんかすごく平和そうな感じ。ああ、あとは今ね、めっちゃ曇ってるんだけど、すっごい天気がいい。うん、
まあ、国旗がね、太陽のだけある。他は？あ、国旗が青いですね。はい、ってことだ。俺の印象は何だろうね。あ、トルコ文化がやっぱあるなって。あ、うん、これがまず一つと、なんだけどちょっとヨーロッパに近づきたいのか、そういう雰囲気のある建物が結構多いっていう、うん、なんかちょっと瞑想中な国って感じがいいですね。 あとはバスが可愛いのと、うん、道が広いから街が歩きやすい。だいぶいいですね。開放的だし。やーべえ、めちゃくちゃ降ってきた。やばい、めちゃくちゃ降ってきたよ。大学チキン食えよ。大学チキン。じゃあバスターミナルに戻りましょう。ここで天の宿りって手もあるけど、下宿りした方がいいのに。え、雨宿りした方がいい。した方がいい。できんのか雨宿り。はい。うわ、結構降ってる降ってる。こっちは大丈夫、そっちは濡れるぶっちゃう。わ、助けてー。いいっすね、ここに挟まってる。どうしろ。いや絶対やだ。下は下。関係なし。言わせたら。そう。一応サートです。まあ、バンプ地に乗れました。アウトは、まあ、運転手さんの腕にかかってますね。え、まだ座っただけだよ、これちゃん。じゃあ。プリリフへの抱負お願いします。あの抱負細かい。マケドニアの抱負ぐらいでいいけど、今これから何年行くか分かんないけど、毎回困るんだ。2日とかしかいない。あ、じゃあプリリフ、じゃあどんな街か想像してみて、うん、じゃあそのふーちゃんが想像した特徴3つ挙げて。はい、近くに川、はい、で家の隣に雪、雪が積もってる山。なるほど。じゃあこれがあったら、まあ、こちらこっち。なんだ。でこれ一個もなかったこちらこっち。一個でまたこちらこっち。もし負けたら。で、こうちゃんは1個でもらったのね。だから、1個でもらったらこうちゃん負けだけど。え、なんちゃう、こうちゃん、ふーちゃんが勝った時にいいことあんの？あの、だから、こうちゃんがもし勝ったら、ふーちゃん、こうちゃんに30分。で、ふーちゃんがもし勝ったら、3分。やっぱりそれじゃん。やっぱりそれだ。やっぱりそれだった。だって、こうちゃん3分って言って、いつもやってくるの1分とかで、はい、終わりって言って。え、でもその1分の気持ちでしょ。気持ちよ。でも、丸口が30分やらないんで。そうだよな。普通に考えたら。普通な考えだったらそうだな、ね。普通じゃないから。
もうこんな理不尽な影したくない。じゃあ、そうだ。でさっき聞きそびれたこと、北マケドニア、スコピエ。第一印象を聞きました。これからスコピエから移動するわけじゃん。でスコピエの最終的な印象はどんな感じだった？人がいっぱいだね。どんないっぱい？まあ人はいい。ああ人はいい。人優しい。うん。もう車がいっぱい。車いっぱい。はい。うん。まあそうだね。予想してたより田舎じゃなかった。ああ。日本と比べるとやっぱり小さい国ですから、首都でもあんまり高層ビルが建ってるとかそういうのはないけど、一番やっぱ特徴が出てるとしたら、その国の。それを一番最初に見れたっていうのは結構嬉しい。俺も結構いい印象は多くて、自然が多いし、特に公園が本当に綺麗、街もすごい綺麗。だからまあ今後のね、北マクドニア旅が楽しみになるようなスタートダッシュにはいい場所だったんじゃないかなと思います。めちゃコーヒーすりゃよかった。ふっちゃんのやつはハーブティーとかそっち系の部類だわ。全然いいじゃん。これはこれでね、なんか食べっぽいよね、やっぱりティーって。でもうまい。コーヒーも比べちゃったよ。比べちゃう、比べちゃう。1時間くらい寝てた。1時間も寝てた。ヴェレスに到着しました。ここ中継地点で、次がプリレコ。また出発していきます。そこの見せたとこで説明したら OK になった。OK だね。同じバスステーションから出てたから3キロくらいあるから笑えないでしょ。逆に笑えろ。逆に笑えろ。
です。ごめん、じゃあ、おはようございます。バイバイ。はい、フィリップ到着しました。ちょっとバスステーションまで行く予定だったんですけど、バスステーションまで行っちゃって、ホテルがかなり遠い場所にあるので、うん、途中で降ろしてもらいました。ということで、今からホテルに向かっていきます。うわ、ちょっと慣れてきてるね。なんか晴れてるのにさ、傘さしてて不思議だね。すっごい晴れてるのに。すごい場所に来ちゃった。当たってた方がいい。なんか熊さんみたいなめちゃいる。夫婦ですかね。出ます。おお。わあ、すごい。天然。やばい。なんだあれ。久しぶりに見た、あんな岩々しい山ね。標高はね、ちょっとだけ高いんだよ。あ、高尾山と同じくらいかな。あ、そうなの。山、うん、もう山、そう、山の上の一応まあ鉱山都市みたいな感じですね、北マケドニアでは。通りで、通りで、何通りで酸素が薄いわけだ。いや、少ない少ない。もうめっちゃ住宅街。アパートメントだから。どうなんだろう。連絡できてないから。多分アパートメントだから連絡いらないから。どうしよう。どこまで来たりとね。怖。それだけは一番怖かった今日。しかも一番怖かったって。ここ、楽天モバイル使えないから。使えないね。つまり、電話ができない、できないじゃん。そう、できない。やば。それはどういうことかというと、連絡一切取れないじゃん。ジョージアのロックダウンしてる時なんて一緒やん。柔らかい。牛乳みたいなの出てきて、ほら、ミルク。ほんとだ。びしゃびしゃ。ひたひただ。びしゃびしゃ。いただきます。あ、これ美味しい。うん、ま。上ね、カラメルでさ、結構プリンみたいな感じかも。あ、うん、下は下はシフォンケーキみたいな。シフォンケーキじゃない、もっとカステラっぽい、結構固めも、はいはい、ケーキがミルクで浸ってるんですね。美味しそうだね。これが美味しくはないわけないよね。帰る。うわ、ひたひた、すご。いや、でもね、見た目に反して味は結構お上品です。うん。美味しい。美味しいよね。昨日からダイエット本気で始めて、1日目でこんな甘いの食べている。でも、試さずにはいられなかった。エスプレッソと合うわ。
初めて思った。エスプレッソ飲めるって。エスプレッソってもう苦すぎて飲めない。ウィズミルクだから、カフェラテ。これがエスプレッソ。合うかやってみない。エスプレッソ。ええー、お疲れ様でした。良さすぎる部屋が良さすぎる。久しぶりのアパートメントスタイルじゃない？ねえ、やっぱアパートメントいいね。なんか家って感じじゃん、そこの、うん、あの柄が出るよね。あのそうだ、うん、いやもうあの手上げ、うん、まあ一泊しか取ってないのでもうすぐにね、この後、この部屋を楽しむ前にこのプリレプという街を歩いていくんですけど、いいですか？あ、どうじゃあ、描写変わってます。じゃあ、ジャンプしましょう。じゃあ、一人ちょっとジャンプしてください。いきますよ、せーの。決まりましたね。決まりましたね。これからですね、はい、プリレプの街を回っていこうと思うんですけど、時間が遅いから遅いね。今日はプリレプを上から見てみようということで、まあ上から見るの好きだなって最近ハマってんな、上から見るの綺麗だからね、でめっちゃ綺麗に見えるポイントがあるんで、すごい行きます。あ、そうなんですね。じゃあ楽しみにしていきます。はい、まあ、ちなみにここから歩いて 3.2 キロなので 3.5 キロ 3.2 です。 3.2 キロ夜になっちゃうぞ。そう、急いで行かないと。今もう16時ちょっと回ってるんで、急いで行って景色見てプリレプ最高、これで行こう。見えるか、このちっこのやべえ景色が。で、登るとさ、あれにしか見てわからないな。左、後ろもとか、後ろとかもさ、やばだからね。すごいとこ来たよ。ここに住んでる人、危なさそうな感じがしないって、今とかね。なんだこいつらっていうのが先にあるから。で、それが分かるんだよね、こっちも。だから、なんか危ない感じはしない。ちなみにこれ、うん、私たちの第1回目の企画、うん、新しい企画です、はい、世界の田舎に泊まろう。もういろいろやっちゃうのが怖いじゃん。おかしいと思ったプリレプなんて初めて聞いたんだから。そうでしょ、だからこの世界の田舎に泊まって、うん、どんな感じの雰囲気なのかっていうのをみんなに見てもらいたいということで始めました、うん。なるほどね、はい、まあそういうあの見方が、新しい見方っていうのがあるっていうのはいいですよね。そうそう、大丈夫でしょ。大事大事。ということでね、歩いていきます。しっかり走った。うわ、変わらない、変わってない。もうちょっと綺麗に近い。ちょっと登ってきて、後ろの景色がめっちゃ綺麗になってきたんで、ご苦労回します。これがね、まあ全部街が見えるようになるというところまで行くので、その山に囲まれてる街の感じとか見れるっていう。今回ね、このプリレプ、うん、普通ならね見つけられません、日本人。ねサボワールというサイトがありまして、そのサイトはヨーロッパあたりがかなりね、詳
詳しく載ってるサイトなんですけれども、まあ、サボワールさんの記事を参考にさせていただいて、ここのプリリプを知りまして、で今回はその障害されていた場所もね行くというサボワールさんいつも拝見しておりますということでね、まあ、どれだけいい街なのかというところも含めて私たちもね見てみたいということでここに来ました。どうなんだろうね、もう多分普通にゴープの後ろはねすごい景色、ちょっと映ってるか分かんないけど、いい感じの場所だということは感じています。見ないようにしてるけどね、あ後ろ、うん、いや全然違うと思う。だって街があの全部見えるのと今ちょっとしか見えてないじゃん。うん、結構違うと思う。よっしゃ、さすがにノンストップだからきついねきついね、よだれ出ちゃいそう。え、わかる、息が上がるのと同時に体の中から出るでしょ、うん、近づいてきてます。でも地図の感じだとあの頂上ではない。すごい、なんか言葉にできませんね、このゴツゴツさが異次元だ。やばいこれ、やばい、このワクワク感がすごいねすごいワクワクする後ろの景色もすごいね。街は建物が屋根だけじゃなくて建物の肌も茶色、同じような色になってるから不思議だわ。なんか踏めよ、うんこだよね。柔らかかった。すごそう、これ後ろ。ちょっとまだ俺たち見てないから楽しいの。そうだよ、楽しいんだ。最後にちょっとするんだよ。そうなの。ブラバー。ブラバー。北マケドニアのこんにちは、ズラボだね、やっぱり。ズラボです。きつい。かなりきついよ。ご飯の草原。草原だ。めっちゃわかった。あれだ。あれ。え？あれは登れないんじゃない？ちょっとなんか建物っぽいやつあんじゃん。あれだわ。ダッシュ、すぐダッシュ。いや。そうだね。この辺から見ようか。あそこの岩ぐらいがいてね。あ、その山行ってる。じゃあこの辺まで行ってきます。あとちょっと。まだ行っちゃないの、まだ待って、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 下いてる、下いてる、はい、いきますよ、いきます、風強、せーの、すごい、マジすごいね、こりゃこれ独り占めしてるよ今。あ、何か登ってきてるけど。すごい。あ、これはすごいわ。これ主人公になった気分。ね、きつかったけど、登ってきてよかったマジ。よかったね。これあれだかちゃ。ここから北マケドニアの
まあ、旅が始まるわけですよ。はい。どうですか、この景色を見て。ありがとうって感じ。ありがとうって感じ。ありがとうって感じ。ありがとう。半端ないな。これ、あの、マケドニア語で一言で表すと。ブラゴダラマ。あ、間違えた。ブラゴダラマ。次回、挑戦と到着。お楽しみに。